いいだろう。こいつがレベル49の誕生日プレゼント、肩もみ券だ。よし、次だ、次、次のレベルへ行こうぜ。にらめっこしましょ。待て、引き返すなら今のうちだぜ。誕生日限定にらめっこポーカーは勝てば勝つほど高レベルのプレゼントが手に入る。だが負けたら今までの勝ち分も全部没収だ。そしてベテルギウスが超新星爆発を起こして地球は人参に支配される。その設定は知らねえ。でどうする？人参に地球の覇権を渡せるかよ。行くぜ、レベル50。ゴルシお姉ちゃんと呼ばせる剣を手に入れてやれ。まさかここまで上がってくるとはな。お互いの表情筋も限界。これが最後の勝負だ。にらめっこしましょう。笑えば負けよ。あっ、ぷっぷっ。